さか変なところに拉致されてもう二度と帰れないとかないよな。そうだな。まあ新たな冒険ってとこか。ふう、起きた時にお前がいてくれてよかったぜ。もしオイラ一人だったら今頃きっと木のうろに隠れて震えてたぞ。とりあえず道なりに進もう。誰かに会えるかもしれないしな。道に変わった植物が生えてなかったか。なんか紙で作ったみたいな。あ、ほらあそこにもあるぞ。あの2匹のカエルも折り紙でできてるみたいだ。もう勘弁してくれよセンブルン。まさか飛び方まで忘れちまったんじゃないだろうな。いやいやクラッカー、忘れてないって。ただこれでいいのか自信がなくてさ。おい、いい加減にしろよ。このままじゃアンプどころか歌い方まで忘れちまうぞ。なんで自分がシェーンブルンって呼ばれてるのか覚えてるか。声が綺麗だから。それは覚えてるよ。今じゃお笑い草だけどね。そうだ、泉に滴る朝露みたいに綺麗な声さ。覚えてるんなら頑張って飛べ。最悪魔線を使ったっていい。笑ったりしねえよ。使い方は覚えてるだろう。それくらい覚えてるよクラッカー。君の名前の由来は暴れん坊だったな。頼むから静かにしてくれ。すぐそっちに行くから。おい、見たか。オイラの幻覚じゃないよな。ますます状況が分からなくなってきたぞ。とりあえず追いかけてみようぜ。あの2匹の髪のカエル、悪い奴らじゃなさそうだし道を聞くぐらい大丈夫だろう。この瞬間の喜びを覚えておこう。
はどこに飛んでったかも見えなかったぞ。もしお二人はあちらの予言の崖からいらしたのですかな。うわぁ、フトチョネズミが喋った。なんですと。誰がフトチョネズミですか。ちょっとばかり分厚い紙でできているだけです。私はアーモンド、この祝福の森の長老です。ここで予言の勇者を待っているのです。なあ、オイラの方をつねってみてくれ。まだきっと夢の中にいるんだよな。なんと、私がつねって差し上げましょうか。ただ腕が短いので、もうちょっと近づいてくださらんと。いや、大丈夫だぞ。ちょっと冷静になりたかっただけだ。ふう、状況を整理すると、ここがオイラたちの知ってる世界じゃないのは確かだ。道端の木も、言葉を話す紙の動物も普通じゃないぞ。異世界の勇者とその仲間がこの世界に再び平和をもたらすだろう。予言ではそう断言されておりました。おっと、私の壊れかけのアーモンド頭ときたら、勇者殿の到来に興奮するあまり、この世界についての紹介を失念しておりました。私の髪はもう色あせる寸前なのかもしれませんな。ゆっくりで大丈夫だぞ。オイラたちもここがどんな場所なのか気になってたんだ。ふん、どこから話せばよいのやら。昔のことはもうほとんど記憶の彼方ですからな。ほう、そうそう、森の中のパルプに込められた物語ではこう言われております。昔々、三人の女神がこのシムランカという世界を作った。魔法と物質を司る創世の女神が我らに命を与え、草木や山水はそれにより形を得た。シムランカは女神の加護によりあまたの世界で存在し続けた。その後、星と奇跡を司る予言の女神が現れて、星空を操り世界を動かした。その彫像は今なおオルビット上の頂に立つ。最後に、物語と願望を司る運命の女神が現れて、不滅の愛と灼熱の憎しみをもたらし、死と希望とは何かを我々に伝えた。へえ、すっごい神様たちなんだな。それはもちろん。シムランカの新たな住民は皆森で創世の女神の創造に感謝を捧げ、豊穣で予言の女神の神託を請うておりました。そして最後に、世界の果てで運命の女神に自らの願望を打ち明けていたのです。ああ、つい先日までは。え、先日までって悪いことでも起きたのか。そうだ、それってお前の待ってる勇者と関係あるのか。ええ、多くを忘れてしまいましたが、あれだけは決して忘れません。空を覆い隠すあの悪竜が降臨した日のことは、あやつは不吉な黒い霧をまとって天から降り立ち、我らの土地を踏みにじったのです。ベルウィンド王国には未だその巨大な足跡が残っております。幸い死傷者は出ませんでしたが。怖すぎるぞ。恐ろしいのはそればかりではありません。あれ以来、森のインク酒場はなぜか扉を閉ざしたまま。これは森の住民にとっては大変な災いです。お、酒場の閉店ってそんなに大きな事件か。
モンドだったらありえるかもしれないけど。ほう、創世の女神よ。それは森に大雨が降るよりも恐ろしいことです。髪は濡れても干せますし、倒れた木も起こせます。しかしインク酒場が提供しているのは、森の住民が命をつなぐための麻酔なのです。ん？なんだそれ。我々の生命維持に欠かせぬ魔法のポーション、創世の女神からの賜り物です。それが体がシワシワになり、乾いて裂け、色あせて、いろんなことを忘れ、自分が誰かもわからなくなってしまいます。あ、ってことはもしかしてお前も。ええ、私も随分色あせました。実はここで勇者を待たねばならぬことだけは覚えているのですが、それが誰の指示かは忘れてしまいました。じゃあ急がないとじゃないか。オイラたちに手伝えることはあるか。おお、勇敢な精霊とその仲間よ。善良なあなた方に運命の女神の祝福がありますように。いえ、もしやあなた方が私の待っている勇者なのでは。それはオイラたちに聞かれてもな。それに自分がどうやって来たかも忘れる勇者なんているか。この杏仁の脳には難しい問題ですな。予言もそのようなことには触れておりませんし、もしよろしければ私と共に祝福の小屋に来てくださいませんか。この森の妖精殿の住まいなのです。あのお方なら今後の道筋を示してくださるかと。森の妖精？じゃあ魔法とか使えるのか。はい、予言では勇者と共に冒険に赴く仲間とされています。おお、なんだか頼りになりそうだな。じゃあ案内は頼むぜ。あれ、あそこの芝生なんか変だな。インク酒場が色あせてああなってしまったのです。ここです。少々お待ちを。今なら妖精殿もおられるかと。あ、旅人パイモン。あれ、その声は。よかった、二人に会えて本当に嬉しいよ。あ、ごめん。森の妖精ってヒーローだったのか。それにその格好。ありがとう。実はまだちょっと変な感じがするんだけどね。グランドバザールで本を読んでたらいつの間にか眠っちゃってて、起きたらここにいたんだ。
夢の中で誰かにこう言われたの。祝福の森の妖精よ、その森を救いなさいってね。最初はこの世界のこともただの夢かなって思ってたけど、いつまで経っても目が覚めなくて、周りに知り合いも誰一人いなかった。オイラたちもだぞ。わけもわかんないままこの世界に来ちゃってたんだ。ごめんね、さっき会った時思わずテンションが上がっちゃって。気にすんなって、気持ちはわかるぞ。オイラたちも帰れなかったらどうしようって心配してたからな。知り合いに会ってほっとしたぜ。おお、これぞまさに運命の女神のお導きですな。お二方が妖精殿のご友人だったとは。アーモンド長老、二人を連れてきてくれて本当にありがとう。私もすぐに手伝いに行くから、みんなにそう伝えてくれる？ええ、喜んで。私のナッツよ、そしてピーナッツの殻よ、今日は実にいい日だ。さすがニーロ、もう森の住民たちと仲良くなったんだな。うん、昨日ここに来てアーモンド長老からこの世界の現状を聞いたの。妖精としての扱いを受けてる以上、私も少しは役に立たないとなって思って。なるほどな。まさか森の魔法かなんかで酒場を修理してやるのか？残念ながらこの世界の魔法をどうやって使うのかは分からなくて、神の目の元素力も試してみたけど特に効果はないみたいだった。小屋にある本からして、ここはみんなの言う創世の女神の仕事場だったみたいだよ。女神は本のページで動物を作って、魔法でそれに命を吹き込んだ。そうやってこの祝福の森はできたんだ。本に魔法の使い方は書いてなかったのか？ざっと全部読んでみたけど、このくらいしか載ってなかった。アブラカダブラとは、我が言葉通りに創造せよという意味である。この世界は言葉によって構成されており、誰もが神秘の法力を手にする可能性を持つ。アブラなだて？まあとにかくみんな魔法を使えるってことだよな。すごく大雑把だけど。他の本も読んだけど、あまり細かいところにはこだわらない女神って印象だったよ。でこれからどうするんだ？さっき手伝いに行くとか言ってたよな。うん、森の住民たちが酒場の再開に向けて準備してるみたいだから手伝おうかと思って。そうだな、まずはできることからやっていこうぜ。正直私もちょっと緊張してるんだ。全く見覚えのないステージに立たされちゃった感じっていうか。でも衣装に着替えたからにはステージで踊るしかない。それでこそ一人前の踊り子だもの。そうやって踊ってたら自分だけの魔法だって見つかるかもしれない。そうでしょ？すごく前向きなんだな。うん、じゃあ行こっか。
方法あり。サンラーセ氏第二、言葉なき手がかり。風の流れる方へ。それ。でござるな。
貫こう。悪くない収穫だね。風の流れる方へ。それ。あっぱれでござるな。いざ。よし、急がなくてもいいのよ。よっ、はっ、マイヤ。
行こう。はっ。宝とは旅の醍醐味でござろう。行こう。かかれ。せい。予想外のことというのは楽しいもの。